Hello everyone! 皆さんこんにちは、ヒューマです。今日の動画は僕のお姉ちゃんと遊んでいるだけの動画です。動画の最後に富良野へも行ってきましたが、すごく綺麗なところだったので最後まで見ていただけると嬉しいです。姉ちゃん。話題になっちゃうよ。お参りを終えて六花亭へ立ち寄りました。手振る？その後はショッピング。買う？これ買っちゃう。あ、買うんだ。ありがとう。喋れない。これから映画見ますって。これから映画見ます。チケットを一緒に買って、お姉ちゃんがポップコーンを買ってくれました。ウキウキ。これから映画、ハニーレモンソーダを見に行ってきます。恋愛映画です。ラウール見てきたよ。もうかっこよかった。僕もモテ仕草研究中なんだぜ。また次の日もお姉ちゃんと買い物デートです。ここを寄ります。お昼ご飯にお姉ちゃんとハンバーガー食べます。もうここめっちゃ美味しかったよ。お姉ちゃんとまたまた甘いもの。ここは中富良野です。この時期はラベンダーが刈り取られているところでした。すごくラベンダーの香りでいっぱいでした。いいじゃん。ゲットかな。はい。あれはメロンです。トンボにピントが合わない。お花がいっぱい。いよいよメロンを食べに行きます。
メロンいっぱいでしょ。でもやっぱり僕たちはスイーツが食べたい。ほら、美味しそうでしょ。もう食べたくなるじゃん。後ろはひまわり畑。すごい、メロンパンの中身が、これ何入ってるんだ。クリームか、メロンの。めっちゃ美味しい。メロンクリーム。そしてまさかのちょっとだけよ。アイスです。アイス見せてあげて、お姉ちゃん。中にもあるでしょ。ほら、2つ味がある。外がすごい暑い日で溶けちゃって大変だった。3日間すごい楽しかった。また行こうね。